国道414号は、静岡県下田市から、沼津市に至る、一般国道である。川津奈るル,ループ橋国道414号、沼津市重川津町から、伊豆市にかけて通る天城山は、観光地でハイキングなどで人気であり、また、720度の川津奈るル,ループ橋を通過する。伊豆南部の天城峠にある、川津奈るル,ループ橋は、 高低差45メートル、通回転の間円形ループ橋で、一般国道の中でも、特に目を引く、ループ橋の名所として知られる。もともと、山腹沿いに、スズら折れの道路があったが、1978年の、伊豆大島近海地震で大崩落してしまったために、新たに建設されたものである。 伊豆半島の真ん中にある天城峠越えの国道414号9道でもある天城路は自然と文学の歴史あるとして1986年に旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つに選定されている。伊豆半島の中央にある天城峠は 急峻な地形で伊豆半島を分断し、南伊豆を陸の孤島として分断してきた。天城越えの下だろが整備されたのは、江戸時代中期以降のことで、日米修好通商条約を結んだ、アメリカ総領事のタウンゼント・ハリスや、黒船に乗り込んで密航を企てた、吉田松陰もこの道を通ったと記録されている。明治時代に入ると政府が、地元の願いを受け入れて、 交通難所の天城越えのルートにトンネルを改作する工事に乗り出し、当時最高の土木技術と予算10万3000円を投じ、4年の工事期間を経て、総一造づくりの天城山水道を1905年に完成させた。これによって、三島、沼津から南伊豆への交通路である下田街道が整備されると、伊豆半島の観光開発が進むにつれて、 交通量も増大した。次第に、幅4メートルと狭い旧天城トンネルでは、交通量を支えきれなくなってきたことから、西側に並行して、有料道路の新天城トンネルが開通し、下田街道のメインルートは、新トンネルに移った。1978年に発生した、伊豆大島近海地震で、天城峠の南面の崖のような地形で起こった、地盤崩壊により、 下田街道は大きな被害を受けている。この震災によって新たな道路を建設する復旧工事では崖に沿わずに狭いスペースで高度を稼ぐに回転ループ橋である七滝高架橋を完成させて1981年に通行止めを解除させた。1981年4月30日の一般国道の路線を指定する政令の一部改正が行われ、 一般国道になることが決まると、翌1982年4月1日に、県道から一般国道414号に昇格した。国道指定当初から旧天城トンネルも、有料の新天城トンネルと共に国道414号の一部として指定されていたが、2000年に新天城トンネルは、召喚期限を迎えて、無料開放された。伊豆半島を南北に移動する際に、 曲がりくねった海岸線沿いの国道よりも移動時間は短縮できる。天城峠の南に2回転ループで45メートルの高低差を上り降りする川津なダだるループ橋と天城越えで知られる旧道の天城山水道は国道414号の名所となっている。旧道の天城山水道の前後は砂利式の道路であるが整備が行き届いているため自動車での通行も 可能である。天城峠越えの道筋は、下田街道の名で知られ、中でも河津町遊がの伊豆市ゆ島しの旧天城トンネルで峠を越える、旧道は天城路や天城街道とも呼ばれる。道の駅天城越えにある昭和の森会館は、川端康成の短編小説、伊豆の踊り子をはじめとする天城文学ゆかりの展示品を集めた伊豆近代文学博物館がある。 平成22年度道路交通センサスより、伊豆半島のほぼ真ん中に位置する、天城峠を越える道路沿いは、天城の自然豊かな深い山間地域であり、山メやマスが生息する渓流が流れ、沢には特産のわさび田が点在し、伊豆市行島には、天城随一の名瀑である常連の滝がある。天城峠一帯の原生林は、昭和天皇在位50周年を記念して、 国民休養林に指定した昭和の森である。天城周辺は湯河の川津なだる、湯河島など数多くの温泉が点在し、古くから湯治場として栄えたと言われる。沼津市役所前交差点静岡県道139号、原木沼津線との交差点。ありがとうございます。